ブリーブ・ライコール・ガイアルドは、フランス、ヌーベル・イコール・アキテーヌ地域圏、コレーズ圏のコミューン。単にブリーブと呼ばれることが多い。ライコール・ガイアルドというあだ名は、数多くの包囲網に見舞われた際に示してきた勇気に、ちなむものである。コレーズ圏中央部の西寄りに位置する。ブリーブとは、ガリア語で橋を意味する、ブライバから派生している。 ブリーブをコレーズ川が横切っている。コミューンの西境でコレーズ川はベゼール川と合流する。公立公文書館ブリーブはもともとコレーズ川の渡し場であった。古くからあった橋はローマ時代に架け替えられた。この道はボワチエとカオールをつなぐ南北の道でもあった。非常に活気があった陶芸の工房跡で証明されたように、 小さな町ができた。6世紀、スペイン人であったと言われるマルタンが町にキリスト教をもたらした。リモージュ式オロリス一世の墓であるバシリカが建てられた。6世紀の間ブリーブはアウストラシア王の権威のもとに下ることを拒否したアキテーヌの主要な人物の反乱の舞台であった。アウストラシア王はクロタール一世の書士で、 アキテーヌ王戦勝者コンドバルドとブリーブで面会し、彼を褒めたたえようとした。しかし584年、この自称アキテーヌ王はサンベルトランドイコールコマンジュで暗殺された。バシリカは火を放たれ、リムーザンはアウストラシアに併合された。リモージュ司教であった聖フェレオルがバシリカを再建し、福音書の伝道のため教会法に沿ったコミュニティ建設を支援した。 西暦1000年まで、ブリーブは多くの宗教施設のある教会法にかなった都市となった。11世紀のブリーブは、リモージュ死者寮、コンボルン死者寮、チュレンの死者寮、そしてリモージュ死教寮の交差する地点であった。都市は3ヘクタールの面積に伸び、4つの門が設けられた城壁によって守られていた。12世紀以降、城壁外の斜道両側に郊外ができていった。 しかしブリーブは自らの防衛用に城を持ったことがなく、マルモン領主とテュレンヌ施策とによって収められてきた。しかしこのような保護は面倒であることが証明された。全般的な都市解放の波で自由となった一般市民は3時間の職位を獲得し、これを1225年にルイ8世が承認した。教会法はセアウグスチの修道会のものが採用され、彼らは サンマルタン協会を再建した。1341年、王の命令によって、ブリーブの4人の参事官たちは、これまでの5倍の面積となる過去位置を作らせた。事業の規模は、都市の別名ガイアルドを獲得させるものだった。1360年のブレティニー条約によって、アキテーヌ公領のブリーブは、イングランド領となり、条約が破られ戦争が再開される9年後まで、続いた。 フランス王とのつながりにためらいや遅れが出た、この時代は不透明となった。1373年に再びイングランド領となり、3時間の反乱の後、翌年ついにフランス王によってブリーブは再度奪還された。フランス王が3時間支配と彼らの免税を廃止した。シャルル5世はその後すぐに彼らに謝罪し、ブリーブは王家に忠実になった。 1463年にルイ11世は歓喜に迎えられた。宗教改革でアキテーヌが信教に改修するチューブリーブはカトリックに残り、1577年にチュレンの主尺軍に略奪された。17世紀から18世紀のブリーブは大変な繁栄の時代にあった。最小ウオルレアン公フィリップ2世の家庭教師であった。 ブリーブ生まれのギオーム・ディボワによるところが大きかった。彼の兄弟ジョゼフは測量長となり、ポンヌ不況邸宅、目を引く大通りと郊外を作り、神学校を復興させ、城壁を破壊した。こういった成長にもかかわらず、ブリーブの産業は非常に貧弱であった。フランス革命直前には、織物業のルクレール工場で200人ほどが働いているに過ぎなかった。 19世紀初頭まで中規模の町であったブリーブは1860年代の鉄道の到来で成長を始めた。ブリーブの位置は地形的にも経済的にもチュールより好まれ6つの路線への鉄道中心地となった。鉄道がやってきたまさにその時代はフィローキセラが流行しこの地方のブドウ畑を壊滅に追いやった後だった。この事態はブリーブ盆地を野菜、 果物専門の生産地界と導いた。農業の拡大は、他業種の創設を促した。缶詰工場、ジャムやリキュールの製造、パッケージング工場、カゴ製造、製紙業、製材業である。第二次世界大戦中、主要なレジスタンス運動の地方中心地として、活動網や情報網を共有したブリーブは、1944年8月15日、 占領下のフランスにおいて自力でドイツ軍から解放された最初の都市となった。これによってブリーブは戦時中の勇気を称えられクロワドゲール勲章を授与された。ありがとうございます。